ねほんまうるさい二人ようもそんなに話すことがあるな隣のおばさんの話はもう3回目目をとまんついみたいにボケて突っ込むどうも中身はくだらない話ばかりだ目をとまんついみたいにボケて突っ込む静かな朝だね二人の口数もどこか少なくなってだけど見逃せない喧嘩の最中もテンション低めのツッコミは外さない目音漫才でした。